はい。超駅太郎です。このサムネの画像って何かわかりますかはい。まあ、これ、ルフィ、ルフィ強盗の指示っていうか、まあ、上の奴らですよね。ルフィ、キム、えー、ハオとか、その、そういう奴らです。まあ、名前わかってますけど、まだ今言ってもややこしいんで言わないんですけど、これなんだと思います、この画像。実は私の知人っていうか友人がアップロッチを持ってるんですけど、 急に、この画面になったらしいです。ニュースが流れてきて。で、びっくりして、うわ、やだ、演技でもない、みたいな、でも面白いから、スクショして送ってくれたっていうことです。ね。すごい並びですよね。アップローウォッチの画面です。はい。それが昨日かな。で、えー、ちょうど私、その、ルフィゴートの実行役の長田陸との話をしておりました。ね。あのー、涙ながらにね、 死刑にな、死刑にしてほしいとか言って結局控訴するってことは命乞いもう有期刑にして早く出たいっていうもう浅はかな考えってことをね、私は見抜いておりました。で、これが無期ということは、これらに指示をした奴らは、これ以下になるわけがないというのが物の,の通りですね。これらは北海道を拠点にしていろんなところにワルサーをやっていて、タイ、そしてフィリピンに移って、 もう何十億っていう金を、この、えー、電話。いわゆる、その詐欺で儲けている。ね特殊詐欺で。で、それが、まあ、売り上げが合わなくなってきて、強盗って形になったのが、まあ、それはそうなりますわね。で、フィリピンの刑務所に入って、悠々自適。もうそれ何年かいて、で、結局、フィリピンの刑務所にいれば、日本の捜査権は及ばないと。 金で、金を積んでどうこうすればどうにかなると思ってたのが、そんなことにはいかなくて、もうね。それはフィリピンの資本も当然日本が本気になれば、それは引き渡しますよ。で、一旦この事件っていうのは結構私も取り扱ってきたんですけど、ここに来て実行役、長田陸との交判定でいろんなことが分かってきて、あまりにもひどさ。で、本人たちは、ね、遠い外国から電話かけて、 言っただけで、実際の行,為行動には関与してないから、ね、俺たち関係ない,ないよぐらいなね、甘い、甘い感覚でいたと思うんですよ。そんなわけにはいきませんよね。これは、もう、ね、いくらバカでも、ね、これぐらい気づいてると思います。無期以下はありえない。ね。で、どういうふうな形で、どういうふうな配分で、どういうふうな指示を、 今回の、狛江、そして広島、え長、ー、田陸人がやった6件の犯罪、それ以外のいくつもの、これを全部合わせて、まあ、生きて刑務所から出られることはない。私は、これ、ただね、死刑にはなかなか持ってきれないと思います、正直言って。うん。死刑判決はなかなか難しいかな、それだとちょっとやっぱりっていうのがあるんで、死刑休憩、検察側は死刑を休憩して、 えー、判決が無期。そうなると、これは、長田陸とより一つ重い。いや、判決は無期は同じですよ。でも、死刑休刑の判決無期は、もう、事実上の、えー、もう、出れない。終身刑。日本には終身刑っていうのはないですけど、死刑休刑の場合は、もう、あのー、仮釈放ない。 まあ、仮釈放って言ってね、無期刑、無期懲役の仮釈放って言っても、今平均45年かかってるんで、これらがもうその後30年40年経つ頃には、45年でどうこうなるようなことはないです。ね。本当に私が昭和の頃なんていうのは、えー、無期懲役も15年ぐらいで仮釈放の審査がかかる15年、20年っていうことで、もう今はそんなのも最、最低30年からですから。 30年でなることはありえないので。ねえ。まあ、無期懲役っていうことは、もう、人が死んでるってことなんで、殺してるってことです。まあ、稀に薬物で、えー、無期懲役とか、あるいは、えー、うん、レイプ的なことの数が多いってことで無期懲役、なくなってなくても。でももう、それも、同等ですよね、死刑と同等。うん。 っていうことなので、うん。あの、死刑と同等じゃないです。そのレイプをない,いくつもやってるもんじゃ、もう、あの、殺人と同等、殺人と同等という、うん。うん。っていうことですよね。まあ、これらの顔見てやってくださいよ。なんでヒゲ生やしてんのかななんか髭生やしたいのかなね。特徴的な三人の顔ですよ。これが犯人。ね。 血も涙もない。ね。金に、本当に金に溺れて金で結局死んでいくと。刑務所の中で一生苦しんで死ねばいいと思いますよね、これ。あの、同情の余地はないです、一切。まあ、どんなような状況になってるのかわかりませんが、今後その後ね、どういう風なね、あの、人となりが浮かんでくるのか。 誰か接触してる人がいるのかそれとももう一切マスコミでどうこうしてるってこともしないんじゃないのかなうん。下手にそういうことして良くなった試しがないのやらないと思いますが、うん。確定してから何か、ね。昔はこういう事件っていうのは手記とかっていうのは出したりするもんなんですが、最近そういうことはやらないですね。それやって量刑が安くなることはありえないので、うん。何を言ったって悪い風にはならない。あ悪い風にしかならない。ね。 さあ、これで、これらの、え、実行犯たちの、え、判決が出ていく、その上で、指示をした、これらの重い判決が出るっていうことをね、世に知らしめないといけないです。まあ、この後ね、要は、ここだけで終わってれば、そう、それこそ、ここも、まあ、注目の値する事件なんですけど、これらの亜種、アッシ流要するにこれらの、生き残りが、今の闇バイト強盗になってるわけですよ。スキルは一緒なんですよ、やり方は。 多分おそらくここの名簿か何かがまだ残っていてやっている。関東近郊のその名簿に頼ってやっているとしか思えないんですね。これらの下でやっていた奴らが真似してやっている。うん。本人たちはね、もう気が気じゃないですね。こうなればこうなるほど、本人たちに対する感情、社会的感情はもう劣悪っていうかももう、ね、極刑でも、その後もだってこれを、 やり方で死亡者が出ているっていうことなので、重刑傷害者が出てるってことで、まだこの事件は終わってない。ね。これらに重い罰を。ね。もうそれ以外ないですもんね。他に、方法がない。ね。まあ、そういう風になっても、やる奴やはやるんで。ね。長田陸とはこのキムみたいになりたかったと。自分も現場を卒業して指示役に回りたかった。ね。 そんなことは夢のまた夢ですわ。まさかフィリピンのね、刑務所からね、あの連絡、電話してるなんてことは言うわけもなく、ね。だからこそやれたっていうのがありますから、ね。結局その、集めた金も使えずじまいで、全部がね。まあ、それは合意もしてるんでしょうけど、こんなことなんです。以上です。